私4年間ぐらい毎朝起きた瞬間にまずこう窓を開けて深呼吸しておはようっていうのをやってるんですこれを言ったらこうやってずっと笑うんですよ。怖いって言って。その前に窓はこう開くんですか？違います。こう、あ、違う。どっちでもいいじゃないですか。はい、寺脇さん、いいじゃないですか。寺脇さん、それだけじゃないですよ。窓はこう開くし、さっき家の中でいる時を再現してくれたんですけど、取材の時に。こうやってるらしいんですよ、ずっと。こうやって、ここに手を置いて歩きながら、窓をこう開けて、おはようですよ。これは、これはまあ、ご本人以外は多分皆さん怖いなと思う。怖いね。今ね、あの三山翼という役が染み付いてるんで、常にこういう感じになっちゃうんです。なるほど。でも4年やってるんでしょ、これは。身内ネタになっちゃって、もうやめてください。これは4年でしょ。こういう風にいじられるのが怖いです。うまい、うまい、うまいね。目線お願いいたします。それやらなくていいですか？私がやめて、いじらないで。何やります？真面目に始までお願いします。やめて。三山たけしの愛人だった三山翼を演じます比嘉愛未さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。本日はお越しくださりありがとうございます。ただいまご紹介いただいたように、私自身あの初めての役柄、クラブのママで愛人という、まあ、ちょっと謎めいた女性を演じさせていただきます。私自身あの舞台は3年ぶりで久しぶりなので、そういった意味でも緊張してるんですけども、あの今回は本当に5人だけのストレートなお芝居なので、2時間ノンストップであの皆さんと共にその緊張感ありながらもそのチャレンジを楽しんで最後まであの走り抜けられたらいいなと思っております。ぜひたくさんの方に見ていただきたいです。よろしくお願いします。劇中には多くの絵画が登場しますが、修復後のフェルメールの手紙、窓辺で手紙を読む少女も出てくるそうです。はい、フェルメールの絵の中で好きな絵画の方はございますでしょうか？はい、あのフェルメールもともと好きで、あの見に行ったりもしていて、その中でも有名なんですけど、あの真珠の耳飾りの少女は本当に初め見た時にも圧倒されてずっと見てしまいました。なんでしょうね、やっぱり女性がより美しくなると光が絵なのに内側からこうにじみ出る神々しさってこういうことだなっていうのを初めてこの感じたのを覚えています。皆さんがあの引っ込まずにこの額の中でずっとあの待ってるんですよ。はい、だから皆さんが絵画みたいになるんですけど、もう本当にね、比嘉さんがこう止まってるだけで本当に絵画みたいです。本当ありがとうございます。本当すごいですよ、あれ。もう本当ですか？うん、美しいですよ。すごい。いや、ずっと止まってますかね、こうやって。やらないでいいですか？それダメです。それダメですか？はい、やめて。